ネイティブではない私たちにとっての英会話とは、自分自身を通訳することである。というのが僕の持論なんですけれど、早速自分自身を通訳していきましょう。まずは動画をご覧ください。さあ今日はですね、この車を、売りに行きます。なんでかっていうと、これから、東京に住もうと思ってるので、多分東京では車いらんよね。まあもちろん東京っつってもでかいから、その中心部から離れたところだったら車いるかもしれないけど、そこまでのところには住まない予定なんですよ。だから車はいらないというふうに考えました。なので今日は車を売ってきます。車売れました。売れたんで帰りは地下鉄です。なんかね、やっぱり結構やっぱり慣れ親しんだ車だったので、なんかやっぱり売買するのは、ちょっと寂しい気もしたんですけれどね。 That's life。 さあでは自分のセリフを英訳していきましょう。さあ今日はですね、この車を、売りに行きます。さあ今日はこの車を売りに行きます。まあこれはもう普通に、I'm going to sell this car today。 これ自分通訳なので、なるべく簡単な英語を選んでいきますね。これは誰かの人のものを訳しているのではなく、自分の訳なので、簡単な方を選んでいきます。まあね、難しくできる人はそれでいいと思いますけれど。はい、これで終わり。次。なんでかっていうと、これから、東京に、住もうと思ってるので、多分東京では車いらんよね。なぜかというと、これから東京に住もうと思ってるので、OK, the reason?The reason is that I'm planning でしょうか。planning to smooth, まあ leave, まあ move にしようかな。I'm planning to move, to Tokyo. So, I think I willnot need a car there。 まあ東京でっていうのを there ってしました。そこではまあ車がいらないだろうと。今でいいかな。まあもちろん東京っつってもでかいから、その中心部から離れたところだったら車いるかもしれないけど、そこまでのところには住まない予定なんですよ。はい、次。ちょっと長いですね。まあまあ、もちろん東京でも、Of course, Tokyo is a big city. So, 中心部はまあセントラルエリアとかでいいかな。So, if you live far from theCentral area, you probably need a car. で、そこまでにはすまん。なんか日本語が悪いけどね。日本がちょっとなんかおかしいけど、まあ、そこまで遠いところにはすまない。まあこれもちょっと端折っちゃいますか。自分通訳だからね。ちょっと待ってよ。You probably need a car. But, もうね、that's not my plan. もうこれでいきます。That's not my plan. 要するに、遠いところに住むということはしませんっていう感じで、はしょりました。だから、車はいらないと
いうふうに考えました。なので今日は車を売ってきます。はい、次またなんかいろいろ繰り返しになってるんですけれど、まあじゃあだからまあ無難に、まあ今またちょっとそうってやりましたけれど、これはその自分が実際に話しているっていうことが前提なので、あのその場その場でこういう接続詞とかは変えていいです。 So I、まあ don't really、So I don't need a car とね、I don't need a car in Tokyo ってことですよ。なのでもだからと似てるから、でもそうそうってやっちゃうとくどいから、まあまあ締めだから anyway にしようかね。 Anyway I'm gonna sell this car today。まあここはじゃあ I'm going to、 まあ繰り返しですけど、まあこんなんでいいじゃないでしょうか。車売れました。売れたんで帰りは地下鉄です。車売れました、どうするかね。I sold、 まあ I sold my car だとちょっとね、まあまあこれでもまあ直訳ならこれだね。まあただ僕はちょっとレベルが、もうちょっと英語勉強が進んできたら、受け身を使います。僕だったら my car has been sold にしようかな。こっちの方がいいな。うん。my car has been sold って感じでね。で、売れたので帰りは地下鉄です。まあ、売れたのでは繰り返さずに、まあ、ここもまたそうでいきましょう。So, I have to take the subway to go home. まあ、もしくは、to get back home.かな、うん、まあ、Go の代わりに To get back home でもいいと思います。なんかね、やっぱり結構やっぱり慣れ親しんだ車だったので、なんかやっぱりバイバイするのは、ちょっと寂しい気もしたんですけれどね。 That's life。 はい、次これ最後ですね。やっぱり結構慣れ親しんだか、慣れ親しんだがちょっとね今パッと思いつかないですね。なのでまた言い換えます。慣れ親しんだがちょっとパッと思いつかないので、ちょっと初心に戻ってですね、I really 要するに like、liked、 I really liked that car、because I had it for a long time。 もうこういうふうに逃げました。ちょっとね、慣れ親しんだって多分なんかいい表現があるんでしょうけど、今パッと思いつかないので、黙り込んじゃうといけないので、それだったら、初心に戻って簡単な、表現にします。I really liked that car because I had it for a long time. So it was kind of sad.To say goodbye かな。で、これ後でも説明しますけれど、慣れ親しんだっていうのがわからないって言って止まっちゃうのが、って止まっちゃうのがいけないので、そこが一番いけないんですよ。だから、僕は今回は I really like that car because I had it for a long time っていう感じで、まあ簡単な方に、まあ逃げたといえば逃げたんですけれど、逃げるは恥だが役に立つっていうことわざがありますからね。 So, I'm gonna sell this car today. The reason is that I'm planning to move to Tokyo, so I think I will not need a car there. Of course, Tokyo is a big city, so if you live far from the central area, you probably need a car, but that's not my plan. So I don't need a car.Anyway, I'm going to sell this car today. My car has been sold, so I have to take the subway
to get back home. I really liked that car because I had it for a long time, so it was kind of sad for me to say goodbye. But hey, that's life.はい、こんな感じで自分自身を通訳してみたんですけれど、ですね、ちょっとね、ちゃんと説明させていただきたいことがあって、今回動画として皆さんに見せるために、まあわざとああやって文字起こしをしたんですね。日本語があって、その下に英語を書いていくっていう、まあ英作文的なことをしたわけですよ。でも本当は、あれは自分の心の声なんですね。だから自分が何が言いたいかっていうのは、相手には見えないんですよ。だから逆に言うと、さっき僕、慣れ親しんだってなんて言うんだろうって、わかんないって言いましたよね。でもあれは実際は自分の心の声なので、相手には僕が迷ってることはわかんないんですよ。だから僕が言い換えて、I really liked that car because I had it for a long time って言ったじゃないですか。だからそれは僕がはしょったってことは相手にはわかんないんですよ。でもこれすごい大切なことで、会話というのは、英会話というのは、もうポン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 、その場で対応しなくちゃいけないじゃないですか。だから、って迷っている暇はないんですよね。だから、いかにその違う言い方、もしくは簡単な言い方を見つけられるかどうかなんです。で、その後に、慣れ親しんだっていう表現、なんて言うんだろうなって、まあ僕今から調べてみるんですけれど、調べてみて、へえ、こうやって言うんだって言って覚えるじゃないですか。で、それを次、もし同じようなシチュエーションに出くわしたら、それを使えばいいんですよ。そうやって少しずつ成長していけばいいと思います。